こんにちは、ケンオです。去年ライダー冷却システムを作りましたけども、そちらがこれです。制作動画については去年のやつを見てもらうとして、これにはちょっと欠点がありまして、連続使用が一応2時間ぐらいです。断続的に使ったとしても5時間ぐらいです。ただしものすごく冷たいです。特徴としてはこれね、モバイルバッテリーで動いて 12V に昇圧をさせて動かしています。欠点というのは、時間もそうなんですけども、お湯を通して冬も使えるかなと思ったんですけども、冬は残念ながら使えませんでした。すぐにお湯が冷めてしまうという、5分持たないですね。そこで、これはもう夏専用ということになりました。あと、これが一番厄介な問題なんです。 12V の、水中ポンプ使っているんですけども、こちらが、冷やしすぎると動かなくなるっていう欠点があるようで、5V から昇圧させてて、実際は 12V ではなくて 10V くらいの電圧で動かしているんですけども、電圧が不足しているのか、ちょっとパワーがないのか、ものすごく冷やすと動かないです。そこで今回バージョン 1.1 として 12V でも動くケーブル両対応ということで追加しました。ただし持続時間というところで、まだ欠点は払拭されていないので、これをちょっと改善すべく考えたのがバージョン2です。こちらです。これはペルチェ素子を使って冷却するというシステムです。ペルチェ素子で基本的には水冷却ですね。水をチューブへ通して、それをライダージャケットの下に這わせて冷やすっていう基本的なものはバージョン1と変わらないんですけども、バージョン1が氷水を使っていたのに対して、こちらの方は自分の電力というかペルチェ素子を使って水自体を冷やすっていう機能を持たせました。まず最初にペルチェ素子を使うにあたって、まずこちらのカップホルダー型の保温冷却のやつを使って、まず簡易的に作ってみようと考えてテスト兼ねてね、やってみたんです。でそっちをね、銅管を使って、銅管あるかな、銅管この辺はもう映像でいきましょう。銅管を使ってペルチェ素子が冷やしたところをなんとか熱を移して冷やそうとしたんですけども、もともとのペルチェ素子の出力が小さい、36W、ペルチェ素子としては3アンペアのものを使っていたと思われます。ですが、実際にはなかなか温度が下がらない、下がっても室温と比べてそんなに下がらないという結果になりました。でそこでこれをばらして、ペルチェ素子だけをちょっと大型のものっていうか高出力のものに変えてみてテストしてみたんですけども、元の配線が電流値が上がってしまったので燃えました。で、結局元々の基板とかを使うことができなくなってしまったので、もう直でつないで人間の手でオンオフさせるっていうことにしました。そこでまあ一応テストをいろいろやってたんですけども、ペルチェ素子は片側の面が冷えて片側の面が熱くなるという性質を持っています。この温度差がまあ出力になるんですけども、冷やそうと思ったら反対側の発熱を抑えなきゃいけないんですね。結局抑えようと思ったら冷却のための冷却をしなくちゃならないということになりまして、もともとカップホルダーについていた、ファンがあったんですけども、そちらでは能力が不足しているということになりまして、第2案として考えていたパソコンのですね CPU の水冷システムを使ってみるっていうことを考えて、そちらを取り付けてみて動かしてみたところ、室温が25度ぐらいに対して7度ぐらいまで下がりまして、これぐらいなら使えそうかなということで、これをベースとして作っていくことになりまして、ただまあこれ一番困ったのはマウント方法なんですけども、どこにも収納場所がないと、結構でかいのでどこにも収納する場所がないなと、仕方がないので足につけることにしたんですけども、マウントがね、流用できるものいろいろ探したのですがどこにもなくて仕方がないんで、これは力技ですけども、図面を引いて知り合いの板金屋さんに頼んで作ってもらいました。これを組み上げて
作ってみたものですね。実際の制作過程は今ここに出ていると思いますので、さらっといきますが、ペルチェ素子自身に電流を流すわけなんですけども、ペルチェ素子はまあご存じの通り熱くすることもできるし冷たくすることもできるので、プラスマイナスを入れ替えればそういう動きをしますから、スイッチ自身をちょっと工夫してプラスマイナスが入れ替わるように配線をしました。今回は自分で冷却するのでタンクはそんなに大きくなくてもいいだろうということで小型のタンクを選んでいます。で、実験をいろいろ重ねていって冷やすのにちょっと時間がかかるので、バイパスを作ってタンク内だけを循環するという配管を作って、そこで冷却をさせると、実際は10分20分で水滴がつくぐらいすぐ冷えてくれます。では実際に電気を動かしちゃいましょう。電気は2段階になってます。メインの電源を入れると循環ポンプが動くようになっています。で、このスイッチで加熱か冷却の方の切り替えスイッチとなっています。で、これがペルチェ素子に対して電気を流すスイッチです。押しますとこんな感じに、CPU クーラーが動き出します。ざっと説明しますと、CPU クーラーです。この下にペルチェ素子が挟まれてて、そのさらに下側の方にヒートシンクとして水冷のブロックと CPU 冷却ポンプとの間にサンドイッチする形でペルチェ素子を挟んでいます。ここからまあ冷やして流れていった水がタンクの方へ行くわけなんですけども、 CPU クーラーから、冷却水はラジエーターの方へ回っていって、ペルチェ素子の発熱側で発生したものを一生懸命冷却しようとしています。ペルチェ素子の冷却の方はタンクの方に回っていくようになっています。電源はバイクの方で ACC と連動してリレーを駆動させてバッテリーから電源を取るという形にしてあります。冷却オン。これ以上下がらないな。というわけでやってきたのは枚方市。ない目的はライダー冷却システムバージョン2の試運転です。実は先週ぐらいにもかな、枚方来たんだけども、水が漏れてきたりとか、思わぬトラブルがいろいろとあったので中止となりました。おかげででも買い予定も見つかったからね、試運転としては上々でしたかね。ここに来るまで、だいたい1時間ちょっと下道でのんびりとやってきてます。その間新型冷却装置によってペルチェ素子による冷却水を循環で冷却させるというシステムを追加したんですが、まあそれをやってきていますと。なんか10分程度でもう汗もかき出してたから、配管が汗をかき出してたから、もうそんな1時間もやる必要はなかったんだろうけども、バルブを切り替えたいと思います。ここで切り替えたりしたりして、おーい、北で冷たい水が。バージョン1ほどの冷たさはないんだけども、汗が引くぐらいの冷たい水が体の表面を今巡っているのは分かります。ちなみに、外気温が 34.2 度、これがね長時間持ってくれるかどうかなんですよね。熱交換をしてしまうからペルチェ素子の冷却能力を上回ってしまいますからね。体温とかがねある一定の温度以上は下がらない。外気温マイナス10度行くかなーっていう感じですかね。夏場の市街地走行がほんと大変なので、これが有効に働いてくれればいいな。正直ちょっと期待外れぐらいかな。ここまで大げさなもん作っといて、それほど人間冷やせてないっていう感じ。これの本当のすごい能力は多分冬、今回は温冷どっちでもいけるように作りましたからね。テストで70度ぐらいまで上がりました。曲がったらどこ行くんだろう。
曲がっちゃったけど、どこだろう、ここは何なんだろう。こんな感じで動いています。この重装備の、最大の欠点というか試練は、これをつけて走ることができるか、羞恥心との戦いに勝てるかというのが一番高いハードルではないでしょうか。その割には見返りがあんまりないような気もしますけど、まあせっかく作ったんで使ってみましょうかね。別に不具合はなさそうなので、ちょっとね電気を食うから長距離が怖いかなとは思ってます。結論としては氷の方がいいね。多分氷の方がいいと思う。こんだけ重装備しててもそんなに体温下げられないし、氷の方が、氷さえ補充できれば、ちゃんと冷やせますからね。あっちの方が、しかも安くて作れるってことで、あっちの方が効率が良さそうですね。テスト終了。外気温が34度なんですけど、ずーっとまあつけて走って大阪帰ってきましたけど、34度ってこんな涼しかったっけって、そんな気がしているんです。どうなんだろう、今日曇りだし直射日光でもないから殺人的なね気温上昇ではないと思うんですけど、本来もっと体感的には暑いんじゃないかなって思ってるんですけどね。聞いてんのかな。まあそういうことで